菊川市立図書館は、静岡県菊川市にある公共図書館。旧菊川町域にある菊川市立図書館菊川文庫と、旧小笠町域にある菊川市立小笠図書館からなる。菊川文庫の遠隔施設外用構造は、鉄筋コンクリート作り、一部3階建てである。設計は、丘設計株式会社、工事施工は、清水建設株式会社がそれぞれ行った。 建築面積は873.74平方メートル。延べ床面積は1759.27平方メートル。建物中央には中庭が存在する。各階の施設、設備は下表の通りである。特殊コレクション、菊川市にゆかりがある本や物品として以下のコレクションがある。着差場パネルお茶関連資料菊川市の特産品で。 ある者の栽培の歴史や利用方法等に関する資料を所蔵している。所蔵資料は全国的に刊行されたもののほか、菊川町時代に合併30周年記念として編纂された菊川町茶業史など地域資料も含まれる。文献以外には世界の茶産地を掲載したパネルが開館当時より南出入り口側階段に展示されている。 小山優作品級菊川町出身の漫画家、小山優の作品を収集、所蔵している。ランアザ明治時代に輸出茶に貼られていたラベルである、ランジの原画や複製を所蔵している。交通アクセス、小笠図書館の遠隔菊川市内の在住、通勤、通学者と、中東園地区の在住者は利用者カードを作成することができる。菊川市外の在住者は、 住所地の図書館利用カードが必要となる。利用者カードは2巻と移動図書館で共通である。ありがとうございます。